私一人で見れると思うんですよ、この映画って。一人で見れるホラー映画かなって。1回目はこう怖い怖いなって言って友達と見に行く、家族と見に行く。で2回目は一人でなんかこうじーっとなんか見れる映画だなって私は思いますね。はい、だから一人で行ってみようかなみたいな。え、女性でもね、本当にある意味一人で行っても大丈夫な映画かもしれませんね。そうですね、はい。あとなんかそうですね、こう見ててこううわっていうのはないと思うので、年齢関係なく見てもらえるっていうのはすごく思います。ありがとうございます。中田監督はいかがでしょう。そうですね、僕も、まあ、あの公開前にも、まあ、泣けるとか言ってたんですけど、やっぱり自分でも、まあ、実際お客さん、一般のお客さんと一緒に見て、やっぱりなんていうんですかね、まあ、あっちゃんが今言ってくれたように、その心にこう響くというか、こう染みる、要するにあっちゃん演じるアスカのこう気持ちに乗ってこう見てもらえるホラーだと思うので、あのもちろんね、それあの恐怖表現はこうあの力を入れてやってるんですけれども、まあそれとともに何ですかね、やっぱり現代人の抱えるこう孤独の隙間にこのならざるものが入り込むっていうストーリーなので、まあその辺りをこう感じ取ってもらえば、あの心に響くホラーを作ろうと思って作ったし、まあ、そのようにみんなに受け止めていただいてる感じがしてすごく嬉しいです。はい、ありがとう。いやいやいや、何も言ってないです、何も言ってないけど、その辺の具体的なことはまだ言えない感じなの。あ、まあ何も決まってないまだ決まってないからね。あ、なるほどね。だけど、まあその3人の行方が気になるなっていうことは言えると思うし、あっちゃんもそういうふうに言ってたなっていうぐらい。うわお。じゃあ紫ゆり団地、紫ゆり団地ちょっと長いですね。紫ゆり団地、他にどう言われるのね。白ゆりってありますよね。黒ゆり、赤ゆりってあるの、ね、赤、黄色いゆりはあるの、ね、あります。黄色いレモン色は初恋の味みたいな。もうそっち行っちゃいますか。だからこう青春ホラーなんじゃないですかね。あ、どうしてもそれぐらいを混ぜたいです。キユリ団地、レモンゆり団地。いけてないですね。一気にピュアな感じになってしまいましたけどもね。ということで、映画黒百合団地から始まる中田秀夫監督のホラープロジェクト、皆様ぜひご期待いただければと思います。